これから久々にミニ2で、室内で、ATTI モードの操作練習をやってみます。昨年一等資格を取って以来、約1年ぶりに ATTI モードでやってみます。さて、どういうふうになるか。機体はですね、マビックミニです。マニックじゃない、ミニ2ですね。はい。で、黒いテープで、ポジションセンサーを塞いでおります。そして室内ですので、うちの室内は、GPS が入らないので、完全 ATTI モードになります。このポジションモード、ポジションセンサーを塞ぐとですね、当然、ふらつきます。で、コードセンサーが入っているといえども、コードも変化します。そして、扇風機でですね、こう風を送って、そうですね、飛行場所で1メートルぐらいから、1メートルぐらいの風ですね、1メートルか 1.5 メートルぐらいの風が吹くんですが、ミニにとっては結構きつい風です。こういった風を吹かしながら、ホバリングをさせて、こうピルエットホバリングですね。一等の資格の中では一番、私としてはピルエットホバリングが一番難しかった試験なんですが、それをちょっと久々にやってみたいと思います。